あ、どうもお疲れ様でした。だいぶ歩いてしんどかった。私も喋りながら上がってきて息上がってますけれども、今日はここでこの辺の大きめに見えますけれども、80年か90年製のヒノキの、すでに10年前に一度、先ほど下でご説明しましたけれども、荒川を剥いてしまって10年経っての本当の本ちゃんの皮、黒皮を剥くということを今日大野さんにしていただきます。今説明入りましたように、こう黒皮いまして、一度鬼皮を剥いてするとこう表面がこうつるっとしてきて、まあ、2回目からはぶどまりの材料になって、まあ、捨てるところがあまりなくなるんですけど、まあ、使う道具はこのヘラと、まあ、このブリ縄登るロープなんですけど、これだけで、まあ、あとはその荷造りしやすい場所に集めて、裁断して、まあ、その重さを測って出荷いうことになるんですけど、それではこの木を剥いていきます。下から剥き上げていって、ちょっと反対側になるとちょっと手元が見えないかも分かりませんけど、まあ、この剥いているところは外樹皮言いまして、もう生きてない組織なんで、ここから赤いところから下は生きてるんで、ここを傷つけないようにこのギリギリのとこを起こして、でこの剥けた皮ができるだけ固まってないと後の加工もしにくい商品として価値がないので、この10年後も繰り返し無関なので、木を傷つけんように赤いところがこう鮮やかに色で出るほど質もいいんですけど、一周向けたんでこれで登ります。
一本のロープの両端にこの棒が手技っていうんですけどついてるんで、この足場と腰綱を繰り返して作っていきながら、そうですね、この辺はもう捨てないとダメなところですね。この辺になるとなかなかこう赤いところが出てくれないんで、ちょっと商品価値としてはないので、まあ今はこんなちょっと固まってない皮のところも一回剥いてこう刺激気に与えてやることによって粘みとか柔らかさとか繊維が整ってきて、また今度これ以上上に行けると思うんですけど、もうちょっと上は取れないんでこれで折りますけど、まあ、樹齢が2、300年とか大きな木になると、まあ、同じ要領で20メーターぐらい登ることもあるんですけどね。本当も使えるとこはこういうとこだけなんで、屋根で使うぐらいのこれが厚みですね、ちょうど。これをもっと集めて結構大きな束に、はい、はい、それで長い束に言うんですけどね、下の方は見られてなかったと思うんで、近いところで、あ、そうこの木で、ぶら下がって降りていくときはこの状態なんですけど、そう今も言ってました、だいたいこうちょっと膝上ぐらいの自分の足かける合わせて、まあ簡単に言うとこれにこう引っかかってるだけなんですけど、順番に巻いていくと今のようなで、まあ登る時のコツは怖がって木に近づくとこう滑るんで、しっかり張ってやった方が滑らない。この時にロープを外すと命綱がないので、絶対どっかを持っているようにしてないとこの時は危険なんですけど、もうこれを繰り返していけばいくらでも昔の方がね、よく考えられたなと思いますけど、僕は真似してるだけなんですけど。